ここからは今日の TCK を振り返ります。第1レースからご覧ください。バストリカゲートに入って枠入り完了。スタートしました。好スタートを切ったのは5番サポーズドトゥーキル。内からスッと1番フロステッドローズ並んでいきました。2頭並んだ後ろから6番のバストリカ迫って3番手、内に差がなく2番西健作、さらには3番巻き寿司と稲、ここまで固まりました。2馬身半3馬身相手最後方、少し離れて4番のセイバーです。前から後ろまでそれでも5馬身6馬身の圏内固まって、これから3コーナー先頭は内から1番のフロステッドローズ抜け出しました。体半分差5番サポーズドトゥーキル2番手、残り600を切っていきます。直後の3番手4番手並んで2番西健作、外は6番のバストリカ、2馬身3馬身少し離れていく3番巻き寿司と稲、最後方3馬身差で4番セイバー変わりません。4コーナーカーブから直線に向かいます。1番フロセットローズ、外から5番サポーズドトゥーキル、2頭が並んでくるか。3番手から2番の西健作前を追ってくる。あとは後方にいた4番セイバー、ババの真ん中追い込んでくる。200を切りました。先頭1番のフロステッドローズリードが広がって3馬身4馬身2番手5番サポーズドトゥーキル、内から2番の西健作、さらには外から4番セイバー迫ってくる。先頭1番フロステッドローズ、これ第1レースはシークグローリーサラキエ2歳新馬戦。勝ったのはダノンレジェンド3区の牝馬フロステッドローズ、人気に応えました。勝ちタイム1分15秒1、鞍上馬笹川翼騎手でした。枠入り完了。スタートしました。ダッシュがつかない4番アミーコアイドル、最後方から外目を進出、盛り返していきます。1番のキルザサイレンス、内から高ダッシュ先頭、差を詰めて3番メイラ道路、その外に迫って4番アミーコアイドル、内に潜り込んだ5番のファーストフォルテ、ここまで4頭固まりました。3馬身4馬身と相手2番雨上がり、5番手最後方を進んでいます。これから3コーナーのカーブ、前は広がっていますが、1番キルザサイレンス、外から4番アミーコアイドル迫っていきます。2頭が抜けて600を通過。2馬身後方5番のファーストフォルテ3番手、後退していく3番メイラ道路4番手にポジションを下げました。最後方5番手2番の雨上がり、展開縦に広がって直線に向きました。馬体を離して外から4番アミーコアイドル、一気に抜け出して先頭突き放しにかかります。1番キルザサイレンス2番手に差を詰める5番のファーストフォルテ、これが3番手2番手に迫ってくる。さらには前も伺っている。後方は離れて2番雨上がり、前3頭の争い4番アミーコイドル、内から5番のファーストフォルテ足を伸ばして一気にファーストフォルテ突き抜けて先頭リードを広げた。2番手アミーコイドル盛り返す。キルザサイレンス先頭ファーストフォルテ、ゴール。第2レースはシークフローリーサラキエ2歳新馬。勝ったのはフリオソ3区のボバファーストフォルテ。勝ちタイム1分16秒後、鞍上は藤本元気騎手でした。スタートしました。内から1番のダリオールショコラ出ていこうとしますが、並んでいく6番プライムレコード、2頭を追って8番のグランドジュラス、内から2番のマルカンレインボー、5番手13番ユーリエンペラー続いていきます。その後ろ広がった体勢、3番カシノベンケー、9番のマイベリテが続いていきます。その後ろ間から12番ウィーナーズソング、外へ行ったのは11番カナード、5番ルレット、その後ろで後方3番手、あとは7番レジェンドライン、10番ヤサカソレイユ。固まった馬群で2コーナーカーブから向こう上面、先頭は1番ダリオールショコラ、並んでいく6番のプライムレコード、2頭の直後に8番のグランドジュラス3番手、後ろ広がってきました2番のマルカンレインボー、少し手が動いて並んでいくのは9番マイベリテ、さらには広がって8枠2頭イーナーズソング、ユーリエンペラー、後位集団固まりました。後ろ3番カチノベンケー、それから11番のカナード、開いて後方手が動く5番のルレット、並んでいく7番レジェンドライン、さらには10番ヤサカソレイユ続きます。3コーナーのカーブ、
一気に先頭6番プライムレコードに変わって抜けています。リード2馬身半から3馬身。2番手手が動く8番のグランドジュラス、4脚を切りました。1番のダリオールショコラ交代、開いて3番手4番手2番マルカンレインボー、12番ウィーナーズソング並んで直線に向きました。先頭6番のプライムレコード、リードは大きく広がっている。200を切りました。2番手8番のグランドジュラス、その後ろも開いて12番ウィーナーズソング、3番手内食いしがる2番マルカンレインボー、追い込んでくるのが10番の八坂ソレイユ。完全に先頭は6番のプライムレコード、プライムレコード独走先頭でゴール。第3レースを勝ったのは6番プライムレコード、デビュー5戦目嬉しい初勝利です。勝ちタイム1分45秒3、鞍上は藤田亮騎手でした。4レース枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃った飛び出しからダッシュがいいのはうちの方3番レゲエダンサー、追っていくのは15番のチバリオ、10番のミテ、さらには4番のヴィンテージマロン続いていきます。後位の圏内に13番アエノプロミネンス、それから6番ロッキータイタン、16番ベローチェ続いていきます。中段グループも固まって5番シャザロイン、8番ハヌマーンビーチ、差がなく外9番アップルキャンディ、内は7番のロンドンブルース、開いて中段後ろ12番三輪鉄2号、3コーナーのカーブです。14番イーブンモア続いて、あとは後方11番高市猿前、1番ビーチガール、しんがり2番のフランコニア、3、4コーナー中間を過ぎていきます。先頭3番のレゲエダンサー1馬身のリード、2番手15番のチバリオ、後ろに迫って16番のベローチェ、13番アエノプロミネンス、外へ出す6番ロッキータイタン、その後ろで直線コース並んで上がってこようという8番のハヌマーンビーチ、先頭は3番レゲエダンサー、リードを広げた4馬身5馬身のリードで残り200、2番手広がっていますが足を伸ばしてくる6番ロッキータイタン、8番ハヌマーンビーチ、食い下がっている15番のチバリオ、あとは馬場の真ん中14番イーブンも追い込んできた。2番手3番手は広がって混戦、先頭は3番のレゲエダンサーゴール。第4レースを勝ったのは3番レゲエダンサー、デビュー戦勝利となりました。勝ちタイム1分16秒7、鞍上は安藤陽一騎手でした。ゲートに入りました。枠入り完了、スタートしました。好スタート、7番ベリーズフレイバー、内からは3番帝王ドリアン、2頭に迫って10番フェゲホイヤ、さらには6番ラバーズアイと行きました。13番ハバナモヒート、外からポジションを上げて後位の外目、内は5番エイシンペリドット続きます。1コーナーカーブに入っていきました。それから11番のハートフルアース、内側4番タイムパワー、さらには12番ラスブリサス、中段外目を進んでいます。2コーナーカーブに入りました。先頭3番帝王ドリアン、リード体半分、差を詰めて10番フェゲホイヤ2番手です。向こう上面3番手集団固まった体勢、この圏内から7番ベリーズフレイバー3番手に上がっていくか、外からは12番ラスブリサスも上がっていきます。ラスブリサス前2頭に迫って3番手、5番手集団になりまして5番エイシンペリドット、6番ラバーズアイ、外は13番ハバノモヒート、この圏内に加わって4番タイムパワー、さらには11番のハートフルアース、後方から1番バトルエンジェル、中段に迫っていきました。あとはばらけ加減9番ロレオスターメイト、交代加減6番ラバーズアイ、それから8番コンピートバーチェ、離れました2番マジニの茅ヶ崎最高峰。展開縦に広がって3コーナーから4コーナー4脚を切りました。先頭3番帝王ドリアン、外から迫って12番のラスブリシャス、4コーナーカーブから直線、3番手からは10番のフェゲホイヤ、その後ろから7番のベリーズフレイバー、大外は1番バトルエンジェル、200を通過、先頭変わって12番のラスブリシャス抜け出しました。2番手3番帝王ドリア、7番のベリーズフレイバー、さらには1番のバトルエンジェル追い込んでくる、先頭は12番のラスブリシャス突き放した、2番手は広がって混戦、先頭ラスブリシャスゴール。第5レースを勝ったのは12番ラスブリシャス、JR ウェイからの転入初戦、そしてデビュー8戦目初勝利です。勝ちタイム1分45秒3、鞍上は吉井翔騎手でした。収まって第6競走スタートしました。
内の方でコーススタートは2番坂弁クイーン、押して先手を取りに行きます。2番手5番クチャモザクワジャ、3番手1馬身差で6番アンジーニョ、内差がなく3番ベラグエリエロ、その後は1馬身半差、7番のプーランが続いて外からかわす14番熱海セイコー、2馬身差の中段からは9番ポルトディタリー、並んで10番キャストルゲイル、この後2馬身で12番のオモルフォス、後ろは1馬身差固まって4番湘南アウリー、外から上がっていった11番ヤンノカステップで3コーナーカーブ、さらには1番マテラ81も上がっていきました。後方に8番東京スター、さらに離れて13番スターオブボニータ最後方追走です。3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、先頭2番坂弁クイーン、リードは体半分、5番のクチャモザクワージャが2番手の位置、4コーナーカーブ直線コースへと向いてきました。その後は1馬身半から2馬身あって3番手の内目から3番ベラグエリエロ追っている、さらに外から14番の熱海聖光、残り 200m を間もなく通過します。粘っている2番坂弁クイーンに追っている5番クチャモザクワージャ、2頭外離れた攻防、3番手争いで3番ベラグエリエロ、外から14番熱海聖光、内をついた1番マテラ81追っている、前の争いは外目から5番のクチャモザクワージャ、クチャモザクワージャ合輪。第6レースを勝ったのは5番クチャモザクワジャ、人気に応えました。勝ちタイム1分14秒7、鞍上馬和田丈司騎手でした。出走の12頭、発走のランプが点灯してスタートしました。まずは外押して12番タイムフォール、真ん中からは5番スペラーレ、内1番ダノンベロシティ、積極策、さらには3番アウトビアンキも前に行きます。先段の後ろは2馬身差7番のウーバーリ、6番サンバフレイバー、4番ブルースカイラーに1コーナーカーブに入って、この後1馬身で11番エコロタイタン、さらに後ろから2番ユーヒナタ、後方4番手開いて後ろ3頭は9番ブーケドフルール、さらに後ろ10番プリメラークラッセ、インコース8番ピースフルダンス続きます。馬群は2コーナーカーブ、花は1番ダノンベロシティ、ついていくのは3番アウトビアンキ、向こう正面出ていきます。1馬身後方3番手4番手5番スペラーレ、12番タイムフォール並んで直後6番サンバフレイバー、この後は1馬身半で4番ブルースカイラニ、並んで7番のウバリ、2馬身差中段よりも後方11番エコロタイタン、このグループ固まって2番ユーヒナタ、内からじわっと追い上げて外を通って9番ブーケドフルール、さらには1馬身半差、おしまいから2投目10番プリメラクラス、これをかわしに出る8番ピースフルダンスです。3コーナーカーブに入っていきました。前2頭は並んで1番ダノンベロシティ、この外3番アウトビアンキ、2頭ぴったり並んで3、4コーナー中間から4コーナーへ、残り 400m を切ります。2頭の後ろは2馬身差3番手4番手12番タイムフォール、内を通っては5番スペラーレ、4コーナーカーブ直線コースに向いてきました。内をつく4番ブルースカイラニ、3番手以下は広がってくる、前2頭の争い続いて3番アウトビアンキ、わずかに先頭に変わっている、内こらえている1番ダノンベロシティ、3番手以下1段で5番スペラーレ、外から追ってくる12番タイムフォール、内目をついて追い込んできた10番プリメラクラス、さらには外から2番のユーヒナタが追っている、抜け出して先頭は3番アウトビアンキ、安藤陽一五輪。第7レースを勝ったのは3番アウトビアンキ、勝ちタイム1分44秒7、鞍上は安藤陽一騎手、地方通算200勝を達成されました。おめでとうございます。収まってゲートイン完了、スタートしました。ややバラッとした飛び出し、まず内から3番ホワイトシャーク、押して先行体制、これを追っていく8番アリアパミーナ、4番パイロイドモン、2番手3番手、1馬身後方固まって4番手グループ、5番ディーノエナジー、この中から前を追っていきます。続いて2番ビッグショット、11番メッサーマイスター、今日は早め、内打ちを通っては1番コパノモンタナ、その後は1馬身半差、12番デルマガーネット、差がなく6番レーニア、1馬身差、内を通って7番サブのチャンス、さらには9番ことぶきエースで3コーナーカーブに入っていきました。さらに後ろ10番のコスモマギカ、13番ビリーブホースと続きます。馬群固まって3、4コーナー中間から4コーナーカーブ、3番ホワイトシャーク、わずかに先頭です。ついていく2番手の外から8番アリアパミーナ、4コーナーカーブ直線に向いて、さらには5番のディーノエナジー、この3頭が広がっています。4番手以降は少し空いたところで一段です。粘っている3番ホワイトシャーク、リードは1馬身半とやや振り切って 200m を切りました。2番手8番アリアパミーナ、これを追って3番手以下5番ディーノエナジー、やや後退、追ってくる2番のビッグショット、内目からは1番コパノモンタナ、さらに追い上げてくる12番のデルマガーネット、これら3番手争いです。
先頭3番ホワイトシャーク降臨。第8レースを勝ったのは3番ホワイトシャーク連勝です。勝ちタイム1分15秒0、鞍上は谷内貫太騎手でした。収まってスタートしました。まずはダッシュをつける6番ラムリケティ、この馬が主導権を握りそうです。2番ティーカーはまだ横一線から、外7番のイルベント、続いて2番グロリアセプター、5番アドマイヤデルタ、アドマイヤデルタイルベント、先頭のラムリケティに迫って1コーナーカーブです。4番手のインで2番グロリアセプター、この外を通っていく3番バラク、あとは4馬身5馬身と切れて1番こういう夢ふわり、4番シーニッククルーズ続いていきます。ショート数7頭の対戦、馬群は縦長、2コーナーから向こう正面へ、前は2頭、6番ラムリケッティ、7番のイルベント、2頭の後ろは2馬身差、3頭固まって3番バラクが外、内を通って2番グロイアセフター、2頭の間から5番アドマイヤデルタ、その後は4馬身から5馬身開いて4番シーニッククルーズ、後方2頭目で1番こういう夢ふわり、最後方追走です。これから3コーナーカーブに入るところ、先頭変わらず6番ラムリケティ、リードは体半分、7番イルベント、2番手で3コーナーに入りました。この後は3馬身と開いて3番手グループ内を通って2番グロリアセプター、この外5番アドマイヤデルタ、この圏内からやや遅れていく3番バラク、迫ってくる4番シーニッククルーズ、大きく開いて1番こういう夢ふわり、最後方です。先頭6番ラムリケティ直線コースに入りました。追いすがる7番のイルベント、2頭の争いが続きます。残り 200m を切りました。2頭の後ろは3馬身から4馬身あって、2番グロリアセプター、この外5番アドマイヤデルタ、アドマイヤデルタ、グロリアセプター、内をついた4番シーニッククルーズ、この辺りが3番手争い、前は変わった7番イルベントが抜け出して降臨。第9レースを勝ったのは7番イルベント、人気に応えました。勝ちタイム1分42秒4、鞍上は的場文雄騎手でした。全馬ゲートの中スタートしました。押している外8番パレルモ、真ん中から6番のミューティ、さらに内の方からは1番臨海点も前に出ていきます。後位の外9番デリグレイ、その後で7番レイリー、先段を見る位置で左回りコースの1コーナーカーブに入っていきました。一歩前には内々4番バーブルが取り付いています。 1,2 コーナーの中間です。前は2頭、1番臨海点とこの外かわして出ていった6番のミューティー、ミューティーが離れ向こう正面に出ていきました。3番手から8番パレルモ、この後は2馬身から3馬身の差ができて4番手インに上がってくる4番バーブル、外を通って9番デリグレイ、1馬身差で7番のレイリー、外から上がっていった3番のキキョウ、仕掛けて一緒にレイリーも上がっていって6番のミューティーに並んでいきます。ミューティーをかわしてキキョウとレイリーが前に出ていきました。これを見てパレルモが応戦、その後に下がってしまった6番ミューティー、しかし盛り返そうとしてこの外を通って2番のイーサンアイ、後位の一角まで上がって3コーナーカーブに入っていきます。後ろ4番のバーブル、9番デリグデイ、その後に1番の臨海点は遅れて5番ミリミリ、最後方追走、 3,4 コーナー中間にかかっています。8番のパレルモ先頭です。追っている7番のレイリ、外から2番のイーサンアイが追い上げて4コーナーカーブから直線、さらに外から4番バーブルも追って4頭が横に広がっている。一旦仕掛けた3番キキョウは5番手の一線に交代、内で食いすがっている6番ミューティーです。前の争いは2番のイーサンアイ、この内食いすがっている8番パレルモ、間は7番のレイリ、外4番のバーブル、やや遅れを取りました。内から8番パレルモ、外からレイリ、イーサンアイ、パレルモ先頭合輪。第10レースを勝ったのは8番パレルモ、勝ちタイム1分46秒9、鞍上は笹川翼騎手、本日2勝目でした。ここまで今日の TCK を振り返りました。